れ、ひょっとしてカーミスじゃない？久しぶりだな。元気だったか？あなたも元気そうね。おかげさんでな。あれからどうしたの？あんたらと別れてから山を降りた。あんな状態じゃ帝国軍とはやり合えねえからな。ここまで落ち延びてさ、気づいたら戦争で捨てられた村を見つけてな。やることなかったし、逃げるのも疲れたしで、仲間たちと復興して暮らしてる。今じゃ逃げ出した村人も戻ってきて、それなりにやってるぜ。村人を追い出したわけじゃないでしょうね。村人に聞いてくれ。あんたらとやり合うようなことはしてねえよ。でもよかったよ、あんたがこうやって元気で。オミリアは残念だったけどね。そのことなんだが。オミリア？これは？ミレンだよ。あの時、なんとかしたくてさ。帝国の奴らが使っていた武器で、オミリアを石にしたんだ。だから、オミリアはあの時のまんまさ。だが、そこからどうにもできねえ。石化を解けば出血が始まって、今度こそ死んじまう。あんたら、オミリアを助ける方法、なんか掴んだりしてないか？そうは言ってもね。彼女、回復の類は効かないんでしょ？やっぱ、ダメか。諦めるのは早いわよ。マリア姉ちゃん、この人エクステンションだよ。間違いないわね。あんたらは？私たちの仲間よ。彼女は守りの力を強化されたエクステンションね。本来の力を取り戻させるのよ。そうすればお薬も効くよ。じゃあ助かるのかよ。うん。よかったわね。ああ。喜ぶのはまだ早いわよ。彼女の力を手に入れないとね。力は格子トロポスの塔にあるわ。なら、あたいも連れてってくれ。いいの？あんたらには恩もあるしな。何より、オミリアが助かるなら何でもする。大歓迎よ。さあ、行きましょう。遺跡はこの村の西にあるわ。